こんにちは、遠藤聡です。今回のウェブマスターの裏話、少し、毒っぽい話をしたいなと思います。こういう方がよくいらっしゃい、よくでもないですけどいらっしゃいます。例えば、僕のところにいらして、ウェブって成果出るんですか、ウェブってその成果出ないでしょみたいな感じに、ちょっとね、喧嘩腰というか、ウェブってどうなんだよそんなもんみたいな、役に立たねえだろそんなもんみたいな、まあケチをつけにきつつ、まあ実際はね、こう相談したいっていうか、ウェブを使って何かしたいっていう思ってる方はいらっしゃるんですけど、で僕基本的にはですね、そういった方に、ウェブの魅力みたいなのを一生懸命説明するってことは、まあ基本してません。っていうのは、本当に簡単な理由で、ウェブを使って情報発信をしたり、お客様、新しいお客様と出会ったり、自分たちの商品とか自分たちの会社をもっと多くの人に知ってもらいたいっていう気持ちがあるのであればやったらいいと思いますし、それがないのであればやらなきゃいいっていう話だと思うんですね。もっと簡単に言ってしまえば、やりたいならやればいいし、やりたくないならやらなきゃいいんじゃないですかというところがもう僕の回答なので、そもそも、もうこの人はウェブに対して心を閉じてて、全然やりたくない、ただケチつけてるだけっていう方を、僕は一生懸命こうウェブって、いやそういうことこうなんです、ああなんですよって一生懸命こう説得するようなことはほぼしません。でなおかつですね、そういうのって、例えばその方が、ウェブを使って成果を上げる、これ素晴らしいことだと思います。素晴らしいことなんですが、逆に、ウェブをやらなかったことによって困るとか、もしかしたら困らない可能性も多いにあるわけですよね。で困ったとしても、正直困るのはその会社の方であって僕じゃない。 A 社さんとしましょう。 A 社さんがちょっとウェブに対して心閉ざしてて、例えば何かそういう集客できてないとか、売り上げが上がらないとかって困る。僕にとったら正直全然関係ないというか、僕はその会社が困ってることで僕も困るってことはないんですよね。なのでそれはもう本当にその会社さんがどう判断するかだと思うんです。ウェブっていうもの、もしくはソーシャルメディアっていうものに取り組まない、これどちらも選択です。どちらも選択ですから、その選択するのは僕じゃなくてその会社さんということですので、ちょっとね、斜めハスに構えてケチをつける、僕もね、メールマーケティングに関してはそうだったんで、今もそれを実証している、自分自身でやっぱり確かめないとわからないですから、他の周りの、例えば100人いて99人がこれ素晴らしいって言っても、自分にとってそうかどうかってわからないわけなんで、やっぱり自分で試さなきゃなっていうのは、やってみなきゃわからないっていうのもありますし、メールマーケティングに関しては今もやってるし、まだ結論は出てないというところです。話を戻すとですね、閉ざしちゃったり、もしくはもう喧嘩腰の方に対しては、本当にやりたきゃやればいいし、やりたくないきゃやらなきゃいい。中にはですね、さらに、例えばウェブを使えば成果出るんですか、成果が出るならやりますっていう方がいらっしゃるんですね。これ経営者の方なら、しょうがないと思うところもあります。成果が出ない、もう無駄なことをやってもやりたくないっていう気持ちよくわかります。ただですね、これちょっとシチュエーションを変えてみるとですね、富士山に登るとしましょう。富士山に登りたいと思ってる人が、登った経験がある人に、富士山って誰でも登れるんですか、登れるんだったら登りますっていう質問をした。もしくは、スポーツ選手、野球選手でもサッカー選手でもいいです。もうプロの選手の人に対して、プロ野球選手になって、例えばイチロー選手とか松井秀喜選手みたいになれるんだったら野球やりますって言ったとしましょう。それ聞いて、どう思いますかね。で、なおかつ、どういう回答が来ると思いますかね。別にその考え方を否定してるわけじゃなくて、そんな風に思ってるならやんなきゃいいんじゃないかなっていう風に思います。で、僕はあくまでも僕の思いですけど、僕はこう思ってるよっていうところで話をすると、成果が出るからやるんじゃなくて、やるから成果が出るわけであって、やらなきゃ成果出ないわけですよ。当たり前ですけど。で、その成果が出る、ゴールが出る、成功するかどうかっていうのは、確実なものって何もないんですよ。で、逆にここでね、ウェブを使えば、確実に御社の売り上げは上がりますという話をした場合、絶対売り上げ上がりますよなんて話をした場合、うさんくさいじゃないですか。
というか実際そんなことありえないですしね。実際ありえないです。で、実際そうだとしたら、今こんなに、まああなたも含めてかもしれません。ウェブで困ってる人、ソーシャルメディア活用できてない人ってこんなにいないはずなんですよ。やって成果が出たら困ってる人はいないはずなので、もうそもそもその質問自体が僕からすると、ナンセンスだなというか、そういう会社さんっていうのは僕の考えではウェブマーケティングにしろソーシャルメディアマーケティングにしろ、まあ、取り組みを始めたとしてもですね、成果は出ないだろうし成功もしないと思います。じゃあどうしたら成功できるかといえば、やっぱり視点を変えたり考え方っていうそもそものところを変えないとそれは無理だなというふうに思います。なぜかっていうと、成功できるならやりますっていう人はですね、往々にして楽しめないんですよ。ソーシャルメディアを運用する、ウェブサイトを何か運用するっていうところで絶対的な成功のヒント秘訣っていうのはやっぱり一番僕楽しめるかどうかだと思ってます。これ仕事でも何でもそうだと思うんですよ。楽しくなきゃ続かないしやってられないんです。苦しい苦しいってね、やってくるのは修行僧じゃないんですから、ね、それ楽しめないはずなんですよ。その成功できるからやるんだっていう考え方をしてる人は、やるから自分がこれからいろんな一生懸命こうトライをしてやっていくことによって成功をつかめるんだっていう人は、一つ一つのアクションに対してもモチベーション高くやれると思うので、ソーシャルメディア、ウェブマーケティング、そういったものに対してもうケチをつけてもう心を閉ざしちゃって、そんなんどうなんだよって、ただケチつけたい方は、まあ、やんなきゃいいと思いますっていうことと、あと成功できるならやりますっていうことですね。成果が出るならやりますっていう、会社としてビジネスとして企業としてやっていくわけですから、そういう考え方があって当然だと思います。ただしです、それは成果っていうものはやるからできるものであって、成果が出るからやるっていうのは今後運営でしていく中できっとその考え方がボトルネックになると思いますので、ぜひね、やるから成功するんだっていう、まあ、意識に変えていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、というわけで今回は、まあ、少し、ちょっと毒っぽいことも話しましたけども、そんな話をウェブマスターの裏話としてお話をさせていただきました。それではまた次回のウェブマスターで。